どうも、ニーハオ。今回はスペシャルゲストと共にアフレコをさせていただきます。おまかせグックのマスコットキャラのおーちゃんです。それではおーちゃん、よろしくお願いします。どうも、皆さん、はじめまして、おーちゃんです。早速だけど、おまかせくん、今日は一体何を作るの？お、よく聞いてくれたね。今回はバーベキュー炒めの6日分作り置き冷凍弁当をご紹介させていただきます。すごい。冷凍するんだね、弁当を。そうです。6日分作ることにより節約にもなるし、何かしら使い勝手がすごくいいんです。わー、すごい。メリットはいっぱいありそうだね。ここからはじっくりと拝見させてもらうね。おーちゃん、了解です。それではご飯を3合炊いて冷ましておきます。次に材料がカット野菜2袋、これはキャベツとピーマン人参が入ったやつがおすすめです。次に豚肉が 600g です。合計1105円で6日分弁当作りのスタートです。フライパンに油を大さじ1入れ、豚肉を全部入れ炒めていきます。豚肉に火が通ったら、このカット野菜をすべて大量投下します。野菜に火が通ったら、チューブニンニク小さじ1、塩コショウ少々、みりん大さじ3、中濃ソースを3周、ケチャップの蓋を取り、ケチャップを3周とちょっと。ここから強火で一気に炒めていきます。しっかり全体に火が通ったら完成です。いかがでしょうか？ニンニク、中濃ソース、ケチャップの味が効いてめちゃくちゃ美味しいです。弁当箱に詰めたら完成です。おーちゃん、いかがでしょうか？わー、これはすごく美味しそうけど、冷凍したら鮮度が下がるんじゃないの？冷ましてすぐに冷凍すれば、解凍した時に出来たてのように美味しく食べられますよ。それなら安心だね。最後にパパッと蓋をして、パパッと冷凍庫を開けて、パパッと弁当を入れれば終了です。うーん、簡単だね。これで次もパパッと食べられるね。はい。ちなみに冷凍庫から解凍するときは、レンジ600ワット5分で OK です。本日の洗い物はこれだけでした。おーちゃん、いかがでしたか？いやー、すごかった。また次回も楽しみにしてるね。ありがとうございます。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。バイバイ。バイバイ。